はい、原田君です、はい、ちょっとなんかイメチェンした？いや、イメチェンですか？はい、髪型は結構落ち着いたって言われます。なんか昔に比べるとちょっと落ち着いた感じするけど。そうですね、昔は結構派手な髪型多かったんで。それって年齢のせいか？そうですね、落ち着いたんと、あと、まあ、ちょっと今までちょっとなんか髪切るのにちょっと時間使いすぎてたなと思うので、はい、もうパパッと切れる方がいいかなと思って。何、その時間を練習に向けようとか？そうですね、いろんな時間に向けれる方がいいかなと思って、はい、まあでもね、あの一時期連勝街道まっしぐらってすごかったけど、はい、本人はその時どうだったの？あんまり何とも思ってなかったんですけど、なんか周りが結構なんか上げてくれたというか、だよね、はい、まあ、でも自信みたいなものはその子は当然あったわけじゃない？そうですね、まあ、手応え自体も結構あったんですけど、はい、まあ、かといってさ、レースぶりが大きく変わったかっていうとそうでもないんだよね。あんまり変わってないと思うんですけどなんか周りの見る目が変わったのかなと思います、ちょっとね。まあ、もともとね、あんまり1、2はこだわらないというか、こだわらないというか、はい、あの後方からね、はい、最終的に自分だけでも届くような競争みたいなのが多いというね、はい、イメージなんだけど、はい、別にそこら辺を何とかしようとしてるわけじゃない？まあ、何とかしようとしてるんですけど、やっぱレース行ったらなんか一緒になってしまいますね、結局ね、はい、あの並走ってあんまり得意じゃないの？並走ですか？うん、まあ見てわかると思うんですけどあれって気持ちの問題だと思うんだよね。はい、あの強引に行くか行かないかとか。そうですね、相手見て遠慮しちゃうとか。はい、はい、確かによく言われる、まあ、性格って言われますね、うん、まあ、だけどこれから若い選手がさ、はい、たくさん出てきてるし、はい、後ろ回る機会多いじゃない。そうですね、はい、割とすんなり回ること多いけど、やっぱり狙われたらしんどくなってくるじゃない、はい、そうですね、はい、そこらあたりの対策は、まあ、やっぱり準備はしてます、はい、ね、はい、うん、あの松浦と同期、はい、ね、はい、で一緒に走った時は、はい、まあ、前だったり後ろだったりということあるんだけど、はい、まあ、そういうのどうやって決めてるの？まあ話し合っては、はい、2人で、まあ、本時の雰囲気で決めてます。今回俺が前ってとか。そうですね、まあなんか、まあ、基本的には、まあ、まあ向こうの意見尊重して、あ、格が上なんで一応ね、あの格上の松浦君の言うことに従いますみたいな、はいはいはい、そうですね、まあ、同級生なんですけど、うん、まあ、ちょっとクラスが違うんで、はい、まあね、でも追いついてしまえばね。そうですね、まあ、追いつけるようにしたいですね、うん、500バンクはどうなん？うん、まあ500バンク、まあここまで、まあ、好きか嫌いかってそんなにって感じですかね。あ、そう、でも短いソロの方が好きですね。あ、そう、はい、先方的にはさ、落ち着いてあの仕掛けられるタイミングって何回か測れるじゃない、はい、あ、そうですね、はい、だからそれこっちの方が好きなのかなと思うけど。どっちかって三三の方が好きですかね。あ、そう、三三、はい、って立ち遅れるとね、ちょっとしんどくなるじゃん。まあ結構、まあでも往復距離結構みんな長いんで、うん、あ、逆にね、逆に500とかあったらちょっと短いんで、あ、みんな引っ張って引っ張って引っ張ってされたらちょっときつい。実際にかけるタイミングがちょっと遅くなるんで、はい、スピードが上がってるから最後届かないと。そうですね、落ちてこないと、はい、そうですね、まあ、最近また結構前のペースも上がってるんで、うん、はい、なかなか落ちてこないんで、ね、まあ、だったらやっぱその辺は3戦だったり500だったりすると、はい、仕掛ける場所とかタイミングは考えているわけだ。そうですね、はい、まあ、でも戦法的なものはほとんどもう今まで通りという感じ。そうですね、はい、まあ、もうなんかスタイルもある程度は確立してますし、うん、まあみんなに変えた方がいいって言われる時もあるんですけどなかなか変えるきっかけがなさすぎて。でもどう、あの連勝止まった時は、はい、あ、まあ、まあどうなんですか、まあ、ショックもあったんですけど、まあ、ほっとした、まあ、でもどうなんですかね、なんか何とも言えん気持ちになりました。せっかくだからさ、もっと記録作りたいなとかって、はい、ね、あ、でもまあ惚れもあって、その、うん、なんかその選抜の前の大会の時は、うん、まあ、ちょっと追加も入ったんで、うん、あの狙えるんだったら狙っとこうかなと思って行ったんですけど、うん、ちょっと失敗しちゃって結果的にね、はい、まあ、特にバンクがね、小倉辺りだと、はい、あの外外回されるとちょっとね、そう、室内のバンクって前のスピードが上がってしまうからね、はい、うん、さあ、今回に向けての、はい、まあ、コンディション的には、コンディション的には、はい、まあまあ連勝、正直連勝してる時に比べたら、じゃあ調子自体は多分やっぱ落ちてるのかなと思うんですけど、うん、まあ、でもそれなりにやっぱ練習もできてますし、はい、ちょっと競争走りすぎた、調子乗ってちょっと周りにちょっと
上げられて、上げられてレース行き過ぎました。でその分ちょっと練習する時間 が全然できんかった時期もなんだかんだ練習できてたんで、うん、まあなんですかね、まあ、つけが回ってきたというか、ちょっと貯金がなくなってきたかなみたいな。そうですね、やっぱりね、あの練習しっかりやる時間を作らないと、まあ、ずっとコンスタントには勝てないと思うんで、そうですね、はい、そこは考えた方がいいと思います。まあでもいい勉強になったというか、うん、はい、まあ、じゃあ、はい、これから楽しみやね。そうですね、まあもうなんか春に向けては結構上がっていくかなと、せっかくやっと開くんで、うん、はい、まあ、で明日ははい、まあ2人で、はい、話して、なんかあの松浦君がもう前で行きたいってことだったんで、あ、はい、まあ、そうね、前回落車したけど大丈夫なのかな、まあ連絡してる限りは行けるっていうことなんで、はい、なんか前でしたいっていう話になって、OK、じゃあ、今回にかける決意をお客様に、はい、まあ、ウィナーズカップということなんで、いつも以上に1着目指して頑張ります。応援します。なんだって1着の回数多いんだからねその代わり負ける回数も結構あるかもしれないけど、そうですね、勝ち負け一緒ぐらいですね数から言ったらね、はい、最初の時は1位じゃなかった、1着回数。あ、どうなんですかね、確かにできた時は、あ、できた時は大体、はい、そうでした ね、はい、じゃあ頑張って明日から、はい、はい。